今、二本の横笛を演奏しました。はじめに演奏したのが、画楽で演奏されている流的です。二本目に演奏した横笛が、能で使われている能管です。この二つの笛は。 見た目にあまり違いはないのですが構造上に大きな相違を持っています流的は画楽、えー、だいたい1200年前に中国から朝鮮半島を経て日本に渡ってきた画楽という音楽で使われている横笛ですその構造は非常に単純で竹に 指の穴が空いているだけですそして巻きが施されていますつまり普通の旋律を演奏することができます画 <noise> 楽から 500年ほど経った室町時代に能という芸能が発生しましたその能の芸能の中で能幹が使われていますこの能幹のこの部分え喉と呼ばれています非常に特徴的でこの喉の部分は一度楽器を切ってこちらに置いておきます。この中に 細い竹の枝を差し込んでそしてこの頭の部分をもう一度元に戻すつまりこの喉の内部が細くなっているんですこの人間の喉のようにそういう加工をすることによって普通の旋律音階を崩してしまっている機構を持っています えー、全く音痴の笛に作り変えていますわざわざ楽器を音痴な笛に作り変えるというそのようなものも世界を見回して大変珍しいのではないかと思いますなぜわざわざ加工して音痴にするか、えー、説はいろいろあるんですが、えー、多分能の歌いというものと一緒に演奏するものとして 何か旋律を崩したものの方がよく合うという長年の経験からこの「農観」は今から700年ほど前からずっとわざわざ音痴に作り変えて今井に伝えています。